どうも、マキロンです。今回なんですけども、今回ね、日本一の魚市は一色魚に来ました。いやー、ちょっと今緊急で動画回してるんですけど、まさかの今日は大寝坊してしまいまして、今の時刻がだいたい5時ぐらいなんですが、ちょっとね、今日はいつもより30分ぐらい遅れてるんですが、5時ぐらいの市場はどんな感じなのか調査していきたいと思います。そして僕の動画では日本一魚市場に特化してストックアップしてるんで、ぜひお魚が好きな方、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も楽しみ、いただきましょう。どうですか？これ600円、300円。もうギリギリ、マジでもう。カニはどうですか？カニ。こういうというさ、こんなに来る人もおかしいだって。いやいやいや、もうこんな雨の日でも来るのが当たり前ですよ。うん。やっぱ気づいたら来たよね。みんな寝坊してるじゃないですか。朝起きたらみんな来た。そうそう、僕も朝起きたら4時だったんで、うわーと思って。いやいや、ほんとに今日何買ったんですか？今来たもん。はい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 。キビナゴは何するんですか？おはようございます。そうなんですよね。でも今日大寝坊しちゃって、僕4時に起きたんですよ。どうしようかな、めちゃめちゃ迷ったんですけど、迷った挙句来ちゃいましたけど、まさかのアラームセット忘れて。
から大体1時間ぐらいですね、ここから、うん、1時間ちょっと頑張るでしょ。まあそうですね、確かに、ね、うん、コンドルと伊勢近いの？いや、豊橋ですよ。豊橋？そう、豊橋どこら辺なの？豊橋の、なんでうまそうだな。ちょっと昨日これを探してたんですけど、なんで今日出しちゃうんですか。うまそうだな。そう、今日あったんだからしょうがないでしょ。いやいやいや、昨日あったら絶対買ってますよ。あ、おざす。あ、はじめましてですか。いろいろ買いましたね。アサリの。ね、市場が楽しいもんでね、毎週来れるもんで本当にありがたいっすよ。毎週毎週雨ばっかり。ああ、見たいですね。もうどうなったんだよ。わかんない、ちゃんと。はい、どうぞ。絶対違う。絶対違う、ありがとう。ただいま。ということで、今回も土砂降りの中、なんとか撮影することができました。本当にいつもたくさんの応援ありがとうございます。そして今回はね、金目鯛の船が出てくれたみたいで、めちゃめちゃたくさんの釣り物の金目鯛が激安価格で販売しました。僕自身も先週金目鯛買って湯引きと煮付けて食べたんですが、皮目にめちゃめちゃ脂が乗っとって美味しかったので、ぜひ皆さんも市場で金目鯛買って食べてみてはいかがでしょうか。はい、ってことでね、いつも僕の動画を見てくれて本当にありがとうございます。これからも毎週市場の情報をじゃんじゃん投稿してきますので、コメントや高評価、そしてね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな、シュー。